どうもボビーアトレザーのボビーです。今日は、水曜日ね、恒例のにしてますけども、水曜日はですね、制作の話ということでですね、2週間前からですね、このハットがねできるまで、このね、このハットができるまでですね、これを順を追ってですね、あの動画を交えながらねお届けしてるんですけども、まあ今日はその第3弾目ですよね。で、まあ完成の道のり動画ということでですね、あの動画を交えながら解説していきたいと思います。ね、この配信はですね、ボビーアートレーザーのアトリエからですねライブでお届けしております。いきますね。まああのこういう感じのね、レーザーハートなんですけども、これをですね、できるまでねの道のりを今ね、まあ先々週と続けてきてですね、まあパーツをカットするところまでね、やってきましたね。で今度はですね、今日はですね、そのカットしたパーツをですね、一個ずつね作っていく感じですね。これは何をしているかというとですね、細い、一番細い、ポンチでですね、当たりをつけていきます。ここ今当たる、今こう打ち込んでいるところのはですね、まあその裏側にですね、糊を貼るんですね、折り伏せて行くんです。そ の, あの場所なんですけどね、まあ、裏向けたらあのどっか分からへんしね、当たりがね。でこれはですね、ブリム、この、ね、帽子のつばのところをですね、のこれを2枚貼り合わせるんですけども、その当たりをですね、つけてるんですね、こう印を、この穴がないとね、きちっとこう合わないんですよね。そんな感じですね、今こうやって、取り付けていってるところでございますね。はい、ね、こういう感じで、まあ、本格的に穴を開ける前にね、こう下準備、まあ、こういう下準備っていうのが意外にね、必要なんですね。まあ、これも最初はこういうことは思いつかなかったんでね、何個もこう作りながらですね、こういう風な感じで行き着きましたね。はい、まあこれをこんなことをしながらですね、できていってるんですね。はい、で続いてですね、このゴムのりっていうのを使うんですね。なんかあのゴムのりっていう名前がね、このベタな感じしますけどね、まあ、あの分かりやすく言えばあのレザーにですね、仮止めをするようなボンドなんですね。これはね、そんなに丈夫にくっつくわけでもなくてですね、もう本当に仮止め程度ですね。だからあの革ひもも僕はあの結構ね、あの使ってるじゃないですか。それをね継ぎはぎた時にはこのゴムのりは使わないんですよね。ゴムのりを最初の頃使った時にですね、何度もめくれたりとかしてね、あの強度がないんですね。でこんな風にヘラでですね、この曲げ白にですね、塗っていくんですね。でこのヘラもですね、たまたまなんか見つけて、今はねこれ業さんいろんなところに、100均とかいてもこういうヘラみたいなの売ってますけど、当時どこにもなくてですね、探しまくった記憶がありますね。それまであのあの糊をですね、あのプラ板とか厚紙のヘリっていうかね、そういう感じであのハサミで切ってつけてましたね。指でさすがするにはこれベタベタになりますからね。でこういう感じでですね、まず僕はゴムのりをですね、こういうふうに、塗っていくんですね。これが正しいのかどうかは知りませんよ。ちゃんと今日ね、レザーの教室に行ったら、それちゃうでって言われるかもしれませんけどね、まあ、まあ僕の場合は、まあ、こういう感じで、まあ、ちょうど 裏側なんでね、特に
あの表面を荒らさなくても、ヤスリとかでね、荒らさなくてもこう食いつきがいいような感じでこうこうサバサバサバっとな、レザーがねスウェード調になってるんでね。で、まあ、すぐにね曲げたらですね、割とくっつかないんですよ。意外にねゴムのりってね、ちょっと時間を置いて半乾きみたいになった感じかな。表面乾いてしもてもいいぐらいなんですね。それぐらいの方がまあまあ火ついてくれるんですよ、うん。でまあ、こう 最初にですね、のりをね、ちょっとこの、ローラーでですね、を用意しましたね。もうこれも必須なんですね、このローラー、名前は知りませんよ、まあ、もう僕は、まあ、今パッと言ってローラーって言ってますけどね、ゴロゴロですよ、コロコロっていうかね、うん、その使ってですね、その前にですね、これ画面はですね、固定カメラなんであれですけど映ってませんけどね、こうさっきの糊をつけるところですね、折り伏せてるわけですよ。切りっぱなしでもいいんですけど、やっぱり折り伏せた方がこの角が切れかったりするんでね、うん、でこれこう無理やりこの餃子の皮を包むようにですね、うん、でこれこう折り目つけて、でやっぱりこうボコボコしてるんでね、こうローラーでですね、こう僕の場合はこうね、こう押さえつけていくわけですね。でこれちょっとプルアップレザーっていうね、馬側を使っ仕上げた馬側を使ってるんですね。この折り伏せたところがこれちょっと、グレーッシュになってるでしょ、色がね、オイルがこう逃げてっていうか、そこだけねこう他へ流れていってっていうか、うん、そういうことでね、うん、こういう感じで、でまああとそのやっぱこうローラーでゴロゴロするわけでしょ、銀ペンでね印つけるところが若干薄くなったりとかするんでね、ちょっと肩をねついたところだけちょっともう一度ね引き直すっていうか、点々をね、ポンチで穴を開けるところですね、当たりをですねつけ直していくわけですよね。まあ、これずっと録画してるんですけど、まあこんな感じで、まああんまり面白くないなという感じもするかもしれませんけどね、まあ、そういう方はですね、今もしスマホでご覧の方いましたら、ね、このハートマークってあるじゃないですか、そのフェイスブックの、ね、それを連打してほう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 という感じで、ね、なるほどない感じでずっとそれを押しながらですね、ハートマークがいいですね、うん、ハートマークがなんか赤いからふわっとなっていい感じじゃないですか、ね、それをですねうなずきのようにですね、なるほどなるほどという感じですね、押しながらですね、ご覧この動画をですね、制作しているこの様をですねご覧いただけると嬉しいですね。まあ、これがですね、まあまあこう地道にこうノーカットなんでね、あれなんですけど、こう撮ってる撮影している間はですね、カメラの位置がどんな感じで映ってるかね、わからないんでね、卓上のマイクスタンドじゃないわ、カメラスタンドをね置いてね撮ってるんですけど、撮影してるんですけどもね、この撮影をした後にですね、やっぱりね三脚ね、スタンドというか三脚の必要性を感じてですね、うん、ね、また新しい三脚を追加で買いました。まだね今度どうも徳山さん、ね、今のうちに、ね、お答えしましょうか、ボリスなんかはもっと手間なんでしょうね、ちょうど2倍とは聞かないぐらいの手間ですね。はい、でですね次はこれね、ブリムですよね、これツバのところね、この周囲のこのツバのところですね、またゴムのりが出てきましたね、このゴムのりをですね、いつも僕はこのゴムのりの葉の瓶っていうか、カンカンの上にですね五円玉をいつも置いてるんですね、指ではとても取れないですし、五円玉でねこうテコの原理ですね、中の蓋をね開けて、でこういう感じでですね大胆に、塗りつけていきますね。まあ、こういう具合にね、まあ、今日はこういう下地作りというか、ね、そこまでね お伝えできるかなという感じですね。
こういう感じでですね、ひたすらね、作っていくわけですよ、ね、多分この放送をですね、配信をご覧の方はですね、多分この僕がこの制作しているこの海苔の音とか皮がのテーブルの皮がこうやって擦れるような音とかも多分入っているんでしょうね、うん、マイクオフにせずにそのまま流してるんでね、まあまあそれはまたそれで臨場感あるじゃないですか、まあ、これがねこの配信がですねアーカイブにしてですねまた僕ブログの方でね、できるまで動画をですね、例えば型紙トレース編とかなんかそういう感じでですねまとめて、なんか、はい、ブログにパッケージ したいなと思いますね、うん、これやっぱり僕の中ではすごい大事なことやなと思うしなかなかね撮影しようかなと思ってもなかなかこうできるもんでもないんでねまあこういう感じでこれボビーアドレザーの場合はですね、ブリムをですね、こう表裏とねこう2枚重ねにしてるんですね、まあ、正直もったいないっちゃもったいないですよね、これ贅沢なんですよね、まあまあな面積ですからね、お財布とかやったらまだ四角いんでねまだいろいろ活用できるんですけどもね、この、ま、丸の状態で皮をカットしますからね、で、まあ、この両面あるから結構贅沢なものなんですよ、うん、で手間もまあねかかりますしね、うん、これはまだマシや言うたってねこんな感じでね地道に、普段一人で、このアトリエでですねやってますね、うん、ね、あそっか徳山さんありがとうございます、これだけの手間だから値段というのがはっきり分かりますからね、あなるほどね、そういう風にねご覧いただなんかそのなでご納得いただければ僕もこれ買いがありますね、まあ、そういうそれを分かってくれっていう感じで放送してるわけでもないんですけど、やっぱりそれぐらいの一つのものに対してですねオーダーのねものをいただいてからこれはまあ組み立てる段階ですけども、それまでの段階でね、が非常に、時間と、ね、スケッチ書いたりするんでね、時間かかるんでね、まあ今日はここまでですね、これはですね、さっきのゴムのり貼ったのをですね、こう、一個ずつこう止めてるわけですよ、この、ね、これずれても具合悪いしね、これ何をしてるかというとね、このさっき、最初にですね、穴を開けたでしょ、4辺ね。でこうやってね僕の場合はですねもうこれねレース針って言って針革紐を編む時の針なんですけど、それがやっぱりこうすぐだ何個かやってるうちにすぐお釈迦になるんですよね、この爪が甘くなってその革紐がこうなんていうんですかパチッとこう止められなくなるんですね、それで、どん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 新しくなっていくんですけども、それでもう使えなくなったものをですねこうやって当たりをつける仮止めように僕の場合はね使ってるんですね。こんな感じですね、ずれないようにねピチッと合うようにこうやってやってるんですね、このでゴムのりはですね貼って剥がしていうのが、まあ、ある程度できるんでまだいいんですね、うん、でまだローラーで締めたらね何ですか割とかっちり止まるし、こう地道な作業でしょ、これね、ずれてあかんしね、これ、これ僕多分慣れてるからやと思いますけどね、多分初めての方はこういうことをなさらない方がいいと思いますね、あまりお勧めしませんね、大まかにこう広く作って2枚重ねて、接着してからこう何ですかカットしていた方がもちろん綺麗にはできますからね、うん、こうやってもうねこんな感じで、まあ、今回はですね、レザーのパーツをですね貼り合わせてねちょっとずつね、このブリームとこのクラウンのこっちね、それをねパーツにするっていうかする手前のところまでね折り伏せて、ね、ゴムのりを貼るところまでかな、お伝えすることができました。
次週はですね、いよいよそのパーツにですね、ごとにですね、このハンドステッチで必要なですね、ポンチで穴をね、ひたすら開けていくような工程になります。まあ見てたらですね、退屈かもしれませんけども、まあこれもね、だいぶね、これちょっと端折りながらやってるんでね、こう見えても。だから来週は来週で、穴を開けて、どんな風にね、僕がこう、革ジャンとか、革小物ね、ハットもそうですし、いろんなものがね、どんな風に作ってるのかなっていうのが、少しでもね、垣間見えたらと思いますし、ボビー・アトレザーの手仕事の、ね、この手仕事をですね、の魅力というか、それを感じていただければなと思いますし、同じね、こう革細工をもしやってる方がね、これを見てたらね、こんなやり方やってるんだなと思ったりね、するかもしれませんけどね、そういう感じで、今日はですね、バルハット完成への道のり動画ね、ボリューム3ね、をね、お伝えして、お届けしてまいりました。それではですね、明日はですね、またレザー作品のね、お話を少しね、させていただこうかなと思います。まだこれからネタは作って食っていこうかなと思いますしね、また、ちょっとハッハットでなしに、ハットも作らなあかんし、その前にね、バッグをね、作るので、そのバッグ関係とかもいいかもしれませんね。そんな感じで、またね、ボビー・アトレザーのね、この配信をですね、ゆっくり、またアーカイブでもいいですからね、なんかこう休憩がてらとか、なんかくつろぎのひとときにね、隙間時間でも全然構いませんので、チラッとでもね、お付き合いいただければ幸いです。それでは素敵な夜をお過ごしください。ボビーでした。じゃあね、バー。